ケネメブ。ラーメン二郎、前回もあったよな。なんでラーメン二郎だけ残ってんの。翌日にも残るラーメン二郎。はあ。動き。立ち。テレ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 。違うんだろうな、まあ、こんだけなくてこんだけ長かったら一回は違うか。ドゥ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 。乗せろよスッと。まあしかしこいつら金持ってるからそこは歓迎してやろう。なんでかな、キングコブラなんてレベル5やそこらで戦う敵に先制されんのって。なんでかな、やっぱ俺の常々推奨してるファミコンドラクエ2、素早さの地位の乱数高すぎて安定しない説、これが有力である。これ何、あこの時期浅瀬があれだ、あれなんだな、あの浅瀬が水色なんだ。ウミウシ、このウミウシが強い記憶が。なんでバギが効かないんだよ。バギは万人に効くだろ。うわもうやばい匂いしかしね。これがウミウシの実力。もうとにかくウミウシを集中的に。もうウミウシかな、ウミウシもうウミウシ何なんだ。ウミウシはシンスケの仕事みたいだな。魔法の及ぶ敵じゃねえわ。何なんだよウミウシの魔法耐性は。アンチマジック感。うおっ、実り。こんなウミウシと 4,5 回戦えばさ、もうなんかこうダラダラとさ安い仕事しないでもうウミウシも短期でがっつり稼いだ方がいいのかもしれない。ダラダラやるよりも短期でがっつり働いてスカッとした方がいいのかもしれない。頭悪そうな表現だな今の。短期でがっつりでもバカだろ。だからね、素晴らしい。うわっ、
短期でがっつり行かせてもらいます。バカでいい。しびれクラゲ、まだ気づいてない。これはちょっとバギに及ばん。お、賢いしんすけ、さすが12歳ともなれば多少の分別はわきまえてくるか。親戚のおじちゃんにありがとうを言えるぐらいには、お小遣いありがとうを言えるぐらいには成長したしんすけは。でドゥルドゥルドゥ、どうしようかな。まあ、とりあえず鎖かたびらは買い替えるだろう。だけど鋼の鎧、鉄の鎧、鋼の鎧かはちょっとどうするかっていうのは迷うな。もうこれ買えるだろう。もう鉄の鎧って結構いいものを装備してるわけだから、そこすっ飛ばして鉄の盾買うっていうのもあるよね。お前はなんだこの店の、こいつもう店主、こいつを営業妨害だからつまみ出すよ。ドゥドゥルドゥ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 、なぜあいつはまたあの場所にいるんだ。おい、せっかくお前す、あそこで絡まれてるところを助けてやったのに、あいつもしかしてスリルを、新たな出会いを求めてるんじゃないだろうな。なんちゅう女だこいつ、救えねえ。はい、お前は何なんだよ。オンリーワンを求めてるのか、自分自身の、その時が来るのを待ってるのか。とんでもねえ娘を持ったあのじいさんは手に負えねえわ。あんなのオンリーワンの、ただ一つの出会いを待ってる。もうそれは俺がどうのこうの言うものではない。ただもうあいつがグレブリーに押されても俺は助けないだろう。この海岸から1マス離れたところをカクカク動く感じのやつをやろう。ちょ、もうこれほんと硬いな、このドラクエ2の操作って。こんな操作ができねえんだもん。お、いいぞ。しかもなんか音楽がねえな。あの、テッテルデルデー、テッテルデルデーがねえな。おい、もういいよ。こんな小粒いらねえんだよ。もうしびれクラゲ8体ぐらい出るよ。じゃあ次あれ買いまくか、鉄の盾を。もう最低だよこれ、誰も得しねえよ。すげえ、なんだこのしんすけの火力は。凄まじい、40台安定。トゥルドゥトゥトゥルドゥ、お、40台乗せてきやがった、スケさんがやりやがる。なんか飽きてきたな。しびれクラゲもいいんだけどさ、ちょっと新天地に行きたいぞ俺は。まあ、そんなに痛い目に遭ってないし、今はここら辺で。そんなじっくりレベル上げするのも、まだ早いんじゃないかな。まあ、とりあえずこの MP だけは使い切ろう。この MP 使い切ったら、ちょっくら新天地、覗いてみっか。もうこんな小粒、小粒すぎんよ。しびれクラゲ一匹は。
粒が。だんだん粒が小さくなってきたな。これじゃたまるものもたまらない。なんだろうな、右下の方行かないと敵に固まって出てこねえのか。そういうのがあるのか。よし、はい、もう終わり。右行こう、右。なんなんだよ。だめ、もう逃げよう。くそダリーなこいつら、もう最低のタイミングで出てきやがった。おー切れそう。そうや、財宝も、まあいや、財宝持ち逃げすっか。どうせゴミしかくれねえし。この財宝持ち逃げしよう。返す方はバカだ。お、死神。死神、一丁死神を倒して弾みをつけていくか。そんな死神見てもなんでもねえよ、お前。お、ウィー、洗礼ってとこか、メタルスライムの。しかし出るんだな、スライム。うよし、よし、間に合った。危ねえ、こんなんだるすぎだろ。お、2回行動やりやがる。ぼちぼちレベル上がってもいいんじゃねえか。結構倒したぞ。うるわ、敵出すぎ。おお、なんだこれ。死神やべえぞこれ。うー、なんち強さだこいつら。やべえ、強いんだけど。尋常じゃねえこいつら吸い取り具合が。なんだ13も削るって。えげつねえ、マジでえげつねえな。これがファミコンドラケッツの洗礼ってわけだ。こんなえげつねえ不思議な踊りを俺は見たことがない。その代わり実りも、実りよし。はい、クラウドトームに。なんちゅう量の死神だ。どんな土地だここ。こんな死神が大量に発生してる。もう終わったろこの国は。湧きすぎている死神が。こんな目に見える形で退去してくるなんて。この土地の終わりを告げている。39で死なねえんだわ。死神は徒党を組んでこそ力発揮するな。一人二人ではただの死神だが、4人集まれば死神となる。まさしく。お、こいつはありがてえや。あれってか城下町ねえの。城下町はあれだ、崇拝版から追加されたの。え、大金槌とか打ちたよね確か城下町で。あれはどこ行ったんだよ。
おい、もう金槌をくれ。あれ、お前が教会、え、上のやつが神父じゃねえの？じゃあお前なんだ。あ、お前がそうなのか。まあまあ、それはまだいいよ。なんでお前がそれなんだよ。俺、右下のやつがそれかと思ってた。遠い昔？何年後？え、狭っ、まず。いないことよりもまず狭っ。何、ここは狭すぎて嫌になったんじゃねえの？なんで避けるんだよ、お前。どうでもいい、そんな。あ、城の左にあるんだ。ドゥドゥルドゥルドゥ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 。とすればここに大金槌。大金槌。鉄かぶと。悲しいな、もうインフレが。竜の鱗って売ってんの？魔除けの鈴か。狭っ、この店。監禁所みたいな狭さだな、ここは。入るとき苦労しそうだ。まあまあ、とにかくここを拠点として頑張ろう。あの光やれじじいもいるし、なんか心機一転頑張れそうな気がする。ここでドゥッ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 。こいつはマジで鬼畜にも程がある。鬼畜の諸行。まあしかし、光あるじじいが俺にはバックがついてるからな、スポンサーが。なんだこのスピード解決。うまい。今力と素早さでね、もう敵を一刻も早く倒したい時期だから。うっ、あれ、なんか前はバブーン1匹とタコドラキ5匹だったよな。なんかバブーンが比率が上がってる。緑だなこいつら。なんか自然だぞその色。自然界にいてその色はなんだお前。苔でも生えてんのかな、このバグは。リムルダールってあったっけ、このゲーム。まあいいや、とりあえず金だ、金、金稼ごう。金を稼げば全ては足りる。全てのこと足りる。あれ、待て、王冠寿司って買う必要あるのか、そもそも。だってロトの剣置いてるよな、下の方に。買わなくていいや、お金づちは。めんどくせえし。鉄かぶとは買おう。鉄かぶとは買うべきだ。鉄かぶとと、鉄の盾と、三河市の服あと1個。5000ゴールドぐらいだな。そのぐらい買わないと無理でしょ、多分。だってこいつらだ、でもこの強さなんだから。下の竜王の城なんてもう、えげつねえことになってるに違いねえぜ。お、何覚えたこれ。想像がつかん。トヘロスか。なんか嬉しくねえな。そんな昔の場所行かねえし。なんだよ、メタルスライムかと思ったじゃないか。誰もが思うよ。まあ行ってみっか。まあ、最初のあの城の1階のマップねえんだな。まあ、あんま深入りしたくねえ。これ多分やべえだろ。やべえ匂いがプンプンしてる。スーファミ版ですらやばかったんだから、ここ。一番難しかったんじゃないか、このダンジョンが。バギーじゃ死んでくれねえよな。うっ、あ、危ねえ。今まで生き残ったかと思った、一瞬。当たり前だけど強いな。普通に強い、まさに。サーベルタイガーが最初に死んでくれたのが救いだった。
まあでも倒せないほどじゃないみたいだから、これちょっと気力を上げるか。ドラゴンフライ危険種、危険種。検出してすげえ76一気に更新した。ちょこれで213ねえだろ、いくらなんでも。もう一声、お、なんか覚えた。何覚えた。入れ身とか。ああなんか強くなんねえな、ここに来て。ちょっとバギー以来の逸材が来ない。ムーンブルクの王女も、もといプリンもう HP45 か。やるじゃん。トゥットゥットゥッ。あれちょっと待って。なんでムーブルプリンが、あ、こいつ52か。プリン45でスケさん52って。なんでちょっとしか変わんねえんだ、お前。HP。なんでだよ。レベル4も違うのにさ、実質スケさんが一番いい。ああ、これはひどい。壊滅の危機に瀕してる、ね、やっぱ行くべきじゃなかった、ここはもう。スケさん生き残ってくれ、頼む。リレミと思ってるお前が危ねえ。もうこの散歩ですら怖い。危ねえ、これだけで済んでよかった、本当に。危ない。うっす、160はねえわ、お前取りすぎだろ。しかも HP1 だし。あ、俺今ビョホイム使った、確かに。俺今ビョホイム確かに使った。42しか回復してなかった。そんなことがあるのか、あっていいのか。いやいや、こんな序盤でだからまだいいけどさ、後半にやって体力100いくらになってさ、ビホイミで40回復って、そんな取り乱してしまった。しかし取り乱すぐらいの出来事だよ。ビホイミが40って、そんなの。あ、ここなんだ。あ、いけんだ普通に。なんか工事中だったような気がしたけど、ここ。そりゃ、ドラケ3か。なんかいろいろごっちゃになってんな。ごっちゃにもなるか。3作も、同じダンジョン出てたら。さすがにスモークには負けねえよ。それかメタルスライム出ろ、早く。森なんだけど。どういうこと？昔リムルダーラはただの森だった。ちょ、これやばくねえか。あれ死んじゃう、それで。あ、耐久力ないんだ君。うわ、でもパンチはさすがだ。でもなんか思ってたほどじゃねえや。なんかバギー一発で死ぬのがうめえな。火力あるけどスッと倒せる時もあると。うわ、もう早く、おー、いいね。よくよけた。素晴らしい。いいよ。うっとうしいな、こいつ。もうこいつ勝つことを諦めてる。ただ嫌がらせするだけのクソ野郎だ、こいつは。トゥ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 ル。トゥトゥトゥルトゥ。もうちょい金くれれば鉄の盾が買える。鉄の盾が変われば自分が変わる。
自分が変われば世界は変わる。好循環。バブル。緑の赤い死神と緑の猿。上にも多分町ねえよな、これ。だってリムルダーロがなかったんだよ。マイラがあるわけない。帰ろうか、早く。もう金貯まり次第帰ろう。いつ全滅するかわかんねえ、この敵の火力だったら。もうねえよ、もう。あるわけないんだよ。よし、これで帰る。なんだよ、もうす。メタルスライムと間違える。色が薄いから。なぜシンスケはスライムなかったの。いいバギー、新生バギー。これこういうの待ってたね、ほんと。やっぱね、プリンが最速で行動してくれるかどうかっていうのはね、このパーティーにおいても重要なウェイトを占めている。これ鋼の盾我慢して熱カブト買った方がいいんじゃない。だって俺盾持ってるよな。もうそうしよう。欲、俺の欲やばいな。俺今鏡で自分を見ることが怖い。欲に取りつかれてる。そこには魔物が映ってるかもしれない。来るっていう鉄カブトが俺を呼んでいる。泥人形、これはこうか。お前なんで怖くねえや。そんな光やれジジイが俺のバッグについてるからな。財団がついてる。もしくはヤクザ。俺には後ろ盾がある。大手事務所に所属してるからね。よし、まああと 1000ゴールドで上乗せと考えれば全然大したことない。うぅ、これは事務所の力を超えてるかもしれん。俺のこのスキャンダルもみ消しきれん。なんちゅう、もうエグすぎるな、このゲームの不思議な踊り。不思議な踊りで困ったのって俺初めてだよ、ドラクエやってて。ここまでかよ、不思議な踊りが。えぐすぎるよ。たった2回の戦闘で MP がごっそり持ってかれてる。こんなんダンジョンで出てきたらたまらんぞ、ほんと。こんなんさ、外だからいいけどさ、こんなんがダンジョンで出てきてみ。スカンピンをスカンピン。なめたらスライム来いよ。最初出てきただろお前。あれをもう一度。いらねえ。一番いらんねや、この2、こいつら。ただただただ強いだけっていう。うん、これは実質300ゴールドを手に入れたと同義。もう最悪。何これ、こんなん許されんのか。いいな、許されない。まあでも死神さえ倒せばこいつら火力は大したことないから、とりあえず倒せるっちゃ倒せる。そう
そりゃそう、そうだそうだ、別にすぐ回復すればいいんだから。これ死神が4体泥人形は1体だったらまずかったけど、そうじゃない、これどうすればいいんだ、こうか、ただ死神から倒そう。よし、まあ、これで負ける要素ねえだろ、こんなん負ける要素ねえよ、雑魚じゃん。87、しんすけ怒りの一撃。つうかこれで鉄カード買えんじゃねえ俺。だって300ゴールドでしょこれさ、買えねえよ、足りなかった。これもらった方がいいよな、光あれした方がいいよな、戦闘中に MP 奪われてバギー撃てなくなるとかあるから、こまめに光あれしていこう。この4人はいやらしすぎる、この配置。まあ死神倒しゃいいのよ、とにかく光槍がいるから別に泥人形はこの際無視していいんだ。そうだ、レベルも上がった、やったぜ、俺が上がった、力が上がるのは嬉しい。レベル14か、もうちょい欲しいかな。そう、こういう並びでいいんだよ。もうちゃんと3匹出てきたんだから3匹グループで出るって、もうそれが普通だから。あんなに2体出てきてんのに1匹1匹なんて、もう卑怯すぎる人として。やったぜ、よし。もう鉄かぶと、俺まだかぶとつけてねえよな、俺も初かぶとだよなこれ、かぶと始めさせていただきます。もうここまで来ないと売れないのか、監禁所じゃねえか、まさに鎖鎌を。ウリーノ、ついに俺の手に鉄かぶとが。今年の初かぶとを決めさせていただく。ちょっと待て、わからない、まだこれでは防御力が47からの進化を見せてもらおう。3155。